はい、ということで、今回バックハンドもやっていただきましょう。はい、はい、得意の得意です。得意です。はい、得意です。お願いします。そう言っていただけるとありがたいです。得意で言ったら、フォアが得意じゃないみたいなイメージ。お願いします。お願いします。これ得意だわ。よいしょ、うん、いやナイス。綺麗ですね、やっぱり、うん、フォーム、うん、ラスト2球お願いします。おー、さすが。ナイスショット。次のバクション。じゃあ、アイちゃん。イエーイ。いや、まずは聞こうよ。グリップ、グリップをちょっと、ね、じゃあちょっと見せていただいて。グリップはきっと、はい、右側どういう風に握ってます？コンチネンタル。コンチ。まっすぐ、ま、はい、っすぐ上、はい、で、このまま握ります。ちょっと熱いんですかね。左手は上から、それとも横から。横ですね、はい、横か。押す方ってこと、こっち押すイメージ、それともこの、なんていうか、例えばこの多分薄い方がこのコントロールは、なんていうの、このヘッドのコントロールっていうのはすごいしやすいと思うんですけ ど、 なるほど、後ろからだと多分こう押すっていうのを意識してるのかな。あの、してなかったら無理やり作る必要はないです。これはそこまで意識は、あくまでも今理解したそうですね。いや、私結構こう押すタイプなんですけど、うん、あの、なんでだろうと思ったらグリップなんですね。で、スピンをかけた方、薄くしたら、スピンか、あの、薄くした方が多分このヘッドの操作というかところは多分やりやすいんじゃないかなっていう、僕 の、 あの、それはもう想像の中でなんですけど、これもあの、意識してこうなったわけではないんですけど、うん、多分あの、始めた時から、始めた時から変わってない、はい、結構押してますね、バックハンドは。でも後ろから見てると、左手の方が力感が強いのかなっていうのはちょっと思った。自分の感覚はコントロールする時は自分でなんかこうなってる感じです。左右、え、そこに何々とか、あんまり意識を持ってたことが5、5、7、いくつとかさ、ないです。ちょっと打ってみてもいいですか。なんとなく、ちょっと、え、意識ない、力感が何体なんかっていう、うん、意外と得意なものほどね、もうそういうのはあんまりないのかな。ないのかもしれない。私バックはもう7、3、8、2だったよ。あ、もう左で、左がメイン。でもそう言われてみると確かに、うん、あの、左の方が強いのかもしれないです。あ、なるほど。アイちゃん7-3ぐらい、私7-3、8-2ぐらい、結構左手重視。左手重視。でもゲストの方大体が左意識で、左の方が多いですね。右の人って内田海知も奈良さんも右だったっすね。え、右意識ですか。右で引っ張るみたいな。引っ張る、そう。別になんかね、数字で表してるわけじゃないので、あくまでもね、井村選手のその感覚ですから。感覚ですけど、そうだね、感覚が本当バックはいいから、うん、ダウンザラインとかもね、やっぱり主になってるけど、うん、何を一番気をつけてバックアウト、うん、バックハンドはですね、これもあの、足ですね。足、あの、左足がボールの後ろに必ず入るようには意識をしていて、うんうんうん、どこにボールが来ても左足がこう後ろに入るように。なるほどね。なんかそこでこうコースの線を決めてるみたいなイメージはあります。右足が、うん、はい。踏み込む方向でこっち行ったりこっち行ったり。そうかそうか。まあ、踏み込む前にこの左足でエネルギー作ってしっかり乗せていくっていうイメージですかね。だからクロス方向だったらちょっとクロス目の方に右足を出す、打つ方向にイメージでいるってことですか。ストレートだったら、あの、右足は最終的に左でこう構えて、ね、左は、ストレートでも、うん、クロスでも変わらない、うん、絶対左足はね、はい、うん、で、そうですね、右足クロスだったら最後コースのラインを決めてるっていう感じです、うんうん、先ほどフォアハンドで肩のこう入れ方みたいな話があったと思うんですけど、はい、バックはどうですかね。まあ、手がくっついてる分自動的になるのか、それとも意識的にちょっと構え体で回すのか。そうですね、あの、できるだけこうお腹からこう回せるように、手でやっちゃうとやっぱりこうどうしてもタイミングのズレが出てきてしまうので、うんうん、お腹でこう引いてっていうのはフォアと同様意識してます。ラケットがなんかすごいこうしっかりこう立ってるイメージはするんですけど、はい、うん、意識はあります。この縦、少しこのアイちゃんそんなに立ってるイメージはないですけど、ないですね。私はもう、あの、
もっとでも昔はこう、うん、もっとすごかったです。ヘッドがこうちょっと内側に向くくらいこうすごい立ってたんですけど、最近ちょっとマシになったかなとは思うんですけど、これでもすごいもうこんな感じで、僕らはシングルハンドだからここ持ってる分だけテイクバックしたらここになっちゃうんですよ勝手に、うん、まあ、こうはならないから、打つ時は確かにこう下がるんですけど、まあ、立てて引いた方がね、落とせうまく落とすこの力を使えるなっていうのは僕は、ちょっと愛ちゃんは立てない方です、ちょっと愛ちゃんちょっと、アイちゃんと違ってても打ってないよ、打ってない、今日ね、今日1球目です、ラケットのポジションだけ、今日1球目です、ちょっとやっぱ低い、あの下から引くタイプでね、下から引いてちょっと上に上げるタイプ、この引き方として、忘れちゃった、自分左忘れちゃった、左手使ってる感ありますよ、押し込んでる感じは、私でも股関節で切って打ってる、関節でここでグッてこう左でこっちで引っ張るんだ、うんうん、グッてここでこっちで、いやでもね、やっぱり人それぞれね、テイクバックのこの何ですか、心地よさって絶対ありますから ね、 ね、この全然違ったね、当然ね、左右、はあ、医療フィールドで求められる機能と品質をスポーツフィールドに、医療メーカーが作ったサポートケア製品ブランド、ザムスト。なんか調子悪くなったらこれやりますとかありますか？あの、こんなこと言いたくないんですけど、バックハンドで悩んだことがない、いやいやいや、もうそんな感じですよね、もう終わります、はい、まあでも ね、 あね、ちょっとね、その面のこの感覚とかを、例えば低いボールも来るだろうし、高い、はい、もうこれはもう自動的に合わせてるのかな、そうですね、本当にバックハンドに関しては技術がこうとか考えたことがなくって、それもジュニアのこれから、はい、あ、それぐらい得意なの。でも多少なんか今日入りが悪いなとか、サーフェス変わったり、それはあるでしょ。それもない。もういきなりビシャッて合うんだけど。いや、バックハンドに関しては結構合っちゃいますね。じゃあそれがもう強みなわけですね。だって今日ここ初めてじゃないですか。はい。もう合ってますからね。合ってますからね。まあでもこれもやっぱ選手にとって大切なね、その能力だと思うし。そりゃそうですよ。はい、環境にこう適応していくっていう、この感覚の鋭さ。うん、じゃあもちろんね、得意なショットですけど、今後そのバックとかでやっぱり何かこう、もうちょっとこういうふうにレベルアップしたいとか、こういうバリエーションをとかっていうのは考えてるんですか、もう今の段階では。そうですね、やっぱりバックハンドでももう少し重たいボールを打てるようにはなりたいなと思っているのと、うんうん、スライスで変化を結構出してます。片手で打たれますよね。片手 で、 ね、ちょっとスライスも、はいはい、アドバイスいただきたい。これ先生いますね、こちら、はい、確かにお願いします。そういう回じゃないんだけど。でもなおスライス上手くなったよね、うん、以前はあまり使わなかったんですか。じゃあ、いや、昔から使ってたんだけど、うん、あれこれちゃんと打った方が良かったんじゃないかなって思うシーンが結構あったんだけど、でもやっぱり23シーズンは、はいはい、こうやって変化打てた方がすごいいいなと思ってて、うんうん、で感覚もすごい出てきてるなっていうのが、はい、うんうん、まあ、ボレーにもつながりますからね。そう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 、このバックボレーのね、良さにももちろん。でもすごい綺麗に当然打てるんですけど、うん、でも体が開いちゃうんですよね、こう。ああ、そうですね、まあ、どうやって、ね、両手の方開かないです、両手で。やっぱり私も片手だから、うん、でも残ってますよね、ちょっとこっちに男子っぽく、うん、そう、意識はしてるんですけど、どうしても浅いボールとかこう開いちゃうんですね。だからどうしてもね、両手打ちの選手ってやっぱ体をうまく回すことも使うじゃないですか、うん、この微妙な変化でここで使うわけで、うん、それをなんかやっぱりスライスの時にも出ちゃうんだよね、この意識してても、多分意識してても出ちゃう。僕らが片手の人はスピンのところとスライスのところのこの体の形っていうのがほとんど変わらないんですよ。もともと横向いてここだけで打ってるんで、はい、こうなるっていう作業はないっす、ね、どこでじゃあパワー出すの？こっからこう開くみたいな、開くっていうか、まあ、スライスの時だったら僕はこっちですね、右足のこの今日1球目です。本日1球目です。この出したところのここの一瞬の間が欲しいっていうのが僕はあるんですよ。股関節っていうよりもこの足、ここです、この全体できちっと支える膝、足全体で支える、それはありますね。このところが先に行ってから行くと一瞬の間があって、そこから出しやすい。これが足と手が一緒になっちゃったり、こうついた瞬間に手が出ちゃったりすると力がいわゆる分散されちゃうんですよ。なるほど。
前すぎると、はい、要するにスピンが強くなって上にシューってこう抜けちゃうんで、うん、ちょっと食い込まれるぐらいのね、感覚的にはあるとこう、なんていうんですかね、体を一回入れてから呼び込んで、うん、ここで打つみたいな感覚なんですよ。だからここじゃないですよね。スライスの時はもしかしたら一つのヒントとして前にステップしないで自分がこう横目に立っといて横にちょっと踏み出すぐらいの方が本当は打ちやすい。前に出しちゃうと当然両手の人がやっぱこう回り出しちゃうから、うんうんうん、それをやっぱりちょっとでも入るとラケットがねやっぱり前に抜けちゃうんだよね、うん、感覚的には我々ってここでいつも言うんですけどここで撮ってるイメージで写真撮るとここ、はい、前なんです。そうそうそう、だから感覚と映像が違うんで相当呼び込んでる感じ、ね、説明してるんですけどこうやってきてここだって言ってこうやって打ってる脇が締まってる状態って言うんですけど結局はここで撮ってた。ちょっとやってみてください。ちょっと習得していただいてね、うん、さらにそう。その方が横向きを作りやすいんでいいと思うんですよね。うまいな。そうそう、そしたらラケットがこう遊ばないというか間を作るの、スピン抑えやすい、ここでスピン量が多くなると、うん、そうそうそう、前に行く力がやっぱなくなっちゃうんですよ、うん、そうだからできるだけ回転を抑えなきゃいけない。うまく抑える、そうそう、うん、あ、うまい、うまい、今のうまい、当たりが厚くなりやすい。なんかさっきよりも回転量がしっかりかかってるからだよね、うん、で、まあまあ、かかってて、いわゆる浮かない、浮かない、うんうんうん、ラストいきます。ノールック、なんか楽しくなってきたね。ノールック、ノールック、そうそうそう、だからこういう練習とかもよくやってたんですよ。前向かないっていう、うん、どうですか今の感覚。かなりこう締めてましたね、うん、私は結構前で取ろうと思ったんですけど、もし前になっちゃったらもう前になるじゃないですか、この浅いボールとか来たら前になっちゃったら、はい、あえてこの後ろに足を出して横向きを作ったままにする。このまま打っちゃうともう絶対開いちゃうから、キャリオカステップをちょっとこう、うん、そう、そのためにこうね使って意識を常に、そう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 。でも相当使うので試合で、ね、はい、はい、いやまあなんかレッスンみたいな。まあまあね、ちょっと少しでもねそれは良くなるなら絶対、はい、スライスをうまく使って、そうするとねやっぱスピンもねより効果的、生きるこっちが、うんうん、サーフェスによっては絶対必要だと思いますからね、はい、はい、ちょっとフォアハンドバックハンドやってきましたけれども、はい、まあ、バックハンドが得意ということで、はい、まあ、ちょっと皆さんもこうイメージしながらちょっと練習に組み込んでみてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ジャムストということで、日々のプロとスタテミルアンバサダーを務めるザムストさんの商品を紹介していきます。日野さんも、まあ、普段から、まあ、練習だったり特に試合の時はインソールを中心にザムストさんの商品使われているということなんですが、はい、いかがですか、つけ心地は。練習、試合、トレーニング、はい、全てでザムストのインソールを入れてしていて、やっぱテニスはこう足からの力、はい、バシニスって言われるくらい足からの力を大切とするので、うん、本当に自分に合ったインソールを使えるっていうのはパフォーマンスに上がって向上につながるので、うん、すごく支えてもらっています。日比野さん、カスタムバランスというですね、ザムストさんの製品の中でも店舗に行って実際測って、はい、オーダーメイド皆さんも買うことができる、やつなんですけども、はい、ザムストさんもう少し、はい、手に取りやすいというように、はい、高尾さんこちらですね、我々、はい、今までも紹介していますがフットクラフトというですね、はい、まあ、セミオーダーというようなイメージで、はい、3タイプですね、この、はい、アーチの高さが分かれているものがザムストさんから出ているので、はい、まずはここからというようなところで、はい、まあ、タコさんもずっと使われていますが、はい、そうです、やっぱり足元がしっかりすることによって姿勢がこうね良くなったりだとか、やっぱりこう力が入りやすいとか、結構僕なんか荷物をしっかり持って、はい、重い荷物持ってやっぱり移動したりもするので、すごい大事な部分ですね、はい、そしてヒルニスタリストという手首のサポーターもよく使われているということですが、はい、テーピングだと少し締め付けすぎるんだけど、うん、でもちょっとサポートしてほしいみたいなところ、うん、時にフィルミスタは従来のサポーターより柔らかいので、はい、すごいガッチリっていう感じではなく程よくサポートしてもらってる感じがするので気に入ってつけてます。テーピングしかも技術がいるんですよね、はい、でもこれはこうピッピッて自分でね、はい、つけられるので強度をこう変えられるので、それがやっぱりいいですよね、はい、そして最近巷で、はい、めちゃめちゃ流行っている
アームスリーブ、はい、特に片腕につける選手、はい、全日本でも続出続出して私も真似してますけども、はい、宮さんも練習の時は結構よく使われてるっていうことで、はい、もう大好きですね、はい、あの遠征にも6つセットくらいで持っていくくらい、一番の目的としては日焼け対策、はい、99% 紫外線をカットっていうことで、はいはいはい、あのそういう使い方もできるんですけど、うん、試合の時も着用する時があって、その時やっぱりこう外すとあの疲れが違うなっていうのは実感してます、はい、本当に自分に合ったものを使ってもらったらこんなに違うんだっていうのを体感していただけるんじゃないかなと思います、はい、以上、皆さんザムスト使ってくださいね。